読み上げが5件あります。閣議の概要について申し上げます。一般憲法9件と法律の公布、政令、人事が決定されました。大臣発言として経済産業大臣から平成30年度ものづくり基盤技術の振興政策について、安倍総理大臣から海外市長不在中の臨時代行についてそれぞれご発言がありました。本日総理ご出席のもとに第40回地球温暖化対策推進本部開催をし、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の案をお示しをし、その後の閣議においてこの長期戦略を決定をいたしました。同本部では総理から環境と成長の好循環をしっかりと作り上げることで世界における環境政策のパラダイム転換を我が国がリードしていくこと、脱炭素社会という究極の目標の達成に向け非連続的なイノベーションを世界の英知を結集して起こしていくこと等についてご発言があるとともに、関係閣僚に対し戦略の実現に向け全力で取り組みを進めるようご指示がありました。本日の会合に開催した国土強靭化推進本部において国土強靭化年次計画2019を決定しました。この年次計画では堤防などの事前防止対策、事前防災対策、中小企業の防災減災対策、無電柱化に対する支援策などを盛り込みました。また併せて昨年末に策定した3カ年緊急対策のフォローアップを行い、総額でおおむね7兆円程度の事業規模に対し本年度までに約7割となる5兆円が確保される見込みであることなどが説明ありました。本日は第5回イノベーション戦略推進会議を開催しました。会議では主に統合イノベーション戦略2019草案、AI 戦略、バイオ戦略、スタートアップ、エコシステム拠点形成戦略について議論しました。今回の議論を踏まえ、関係大臣に対し、統合イノベーション戦略2019については、今後与党と議論を深め、速やかに取りまとめること、本日決した AI 戦略、バイオ戦略については、関係閣僚に協力し、着実に実行すること、スタートアップ、エコシステム拠点形成戦略については、平井大臣、世耕大臣、島屋大臣が関係閣僚とも協力し、政府一丸となって取り組んでいくこと、量子技術イノベーション、安全安心分野、革新的環境イノベーション戦略については、年末まで精力的に検討し、成果を取りまとめる、こうしたことをお願いをいたしました。安倍総理は、12日から14日まで、イラン・イスラム共和国を訪問する予定です。滞在中、安倍総理は、ロウハニ大統領と会談するとともに、同大統領主催の夕食会に出席する予定です。また、ハメネイ最高指導者とも会談を行う予定であります。本年は日イラン外交関係樹立90周年の節目にあたり、また同国への日本総理大臣訪問は、1978年9月の福田赳夫総理の訪問以来、41年ぶりの訪問となります。今回の訪問では、現下の中東地域の緊張の高まりを踏まえ、地域の大国であるイランに対して、首脳レベルで緊張感を働きかける予定であります。私からは以上であります。はい。先ほど日米首脳電話会談が行われました。安倍総理とトランプ大統領は5月下旬のトランプ大統領夫妻の国賓訪問の成功を歓迎するとともに、月末の G20 大阪サミットの成功に向け引き続き緊密に連携していくことで一致しました。また両首脳はイランを含む地域情勢についても意見交換を行いました。はい、このタイミングでのトランプ大統領との電話会談を行った目的、狙いについては、詳細は西村副長官で記者ブリーフ、これから行いますので。はい。日本テレビの田辺です。話題変わりまして、イージスアショアの関連でお伺いいたします。広報部の、防衛省を作成した調査データに誤りがあった件などで、秋田県の佐竹知事がですね、配慮を巡る協議について振り出しに戻ったと発言しました。政府として改めてこの新井演習場
対立を防止する考えに変わりはないかという点と、また今後信頼回復にどう取り組んでいくかについてお願いします。まず、知事の発言は象徴しています。防衛省から今回のミスは配備候補地の検討結果の変更につながるものではないとの報告を受けておりますが、イージス・アショアの配備にあたっては配備先の地元の皆さんのご理解をいただくことがこれ大前提でありますので、防衛省において知事の発言をしっかりと受け止め、信頼を回復するため、まずは地元の皆さんに対するご説明を尽くすべきである、このように思います。はい、大臣もこれまでイージス・アショアの配備については地元の理解をしっかり得た上でというふうに発言されてこられました。住民の不信感も高まっている状況ですけれども、今もこの秋田市が配備先の適地であると、そういった考えに変わりがないということでしょうか。まずその防衛省から今回のミスは配備候補地の検討結果の変更につながるものではないという報告を受けております。またあくまでもこの配備候補地の検討ですから、防衛省において知事のご発言をしっかり受け止め、信頼回復するため、まずは地元の皆さんに説明すべき、そう思っています。まず事実関係については現在内閣府において確認中である、そういうふうに報告を受けています。はい、今申し上げましたけれども、現在内閣府において事実関係を確認中です。5年に一度の厚生年金の財政検証は現在厚生労働省で作業中であり、必要な検証作業が終わり次第公表するということであります。この後に代理者説明をお願いします。昨日厚労大臣も答弁したと思いますし、私が申し上げた通りです。はい、ありがとうございました。